イーズナは、食肉目いたちかいたち族に属する、哺乳類。食肉目最小の種である。北米、北、アフリカ、ユーラシア大陸中部から北部に広く分布し、日本では、北海道、青森県、岩手県、秋田県に分布する、声添いたちとも呼ばれる。オスは、東道町14から26センチメートル。 お長1.6から3.5センチメートル。体重25から250グラム。メスはオスよりやや小さい。夏は背側が茶色で複側が白色。冬は全身純白になる。形態がよく似ている本道古女とは禁煙とされることもあるが、染色体数や染色体構成は大きく異なっている。気象が楽動きは俊敏。生息地は深い森林や平野。 タハタなど。また、日本では村里にも生息する。ネズミ類が主食だが、小鳥、昆虫類、両生類、死肉も食べる。都市部の拡大による森林や地消の減少とともに繁殖域が狭くなっている。東北地方や新州では、イーズナ遣い、キツネ餅として、くだぎツネを駆使する術を使う家系があると信じられていた。 長野県飯綱山の神からその術を得得するゆえの、名とされる。民族学者無当哲状は、秋田県仙北地方では、豆綱と称し、それを使う巫女、板子、もいるとする。また、北秋田郡地方では、猛助と呼ばれ、妖怪としての狐よりも恐れられていた。シリマ志保は、アイヌ語でエゾイたちは、ウパチロンヌ、または、サチリと称するが、小エゾイたちもまた、 サチリと呼ばれたらしいとしており、ぽいサチリカムイの損傷は、声ぞいたちを指すのだろうと推論した。ありがとうございます。